外国主を5月20日から1944年10月25日は日本海軍の戦闘機パイロット。初の神風特別攻撃隊の一体である四季島隊に5番機として参加し、死後四季島隊を軍神の一人として検証された。この時の四季島隊の攻撃でアメリカ海軍の護衛空母戦トローを撃沈した。特攻機が突入した。 セントロー1944年10月25日、早一号作戦で護衛空母ホワイトプレーンズに突入する四季島大のレ先小学校の頃は何度も球長を務め、成績は一番であった。だが彼は学業成績のことを両親には絶対言わず通信簿も隠していた。貧しくて兄弟姉妹も多い家庭のため、進学は経済的に厳しく、 両親を悩ませたくなかったからだという。教師の説得と父親の配慮で一年だけ、新居浜工業学校に通い、住友機械工業に就職した。そのうち、周りに次々と赤髪が来て、それなら、いっそと海兵団を志願した。この戦は本当に国を挙げての戦争です。今まで一人も、軍人として、国に放射してきた人のなかったこと、私は、 子供の頃より残念に思っておりました。今では、兄弟二人軍人としてご奉公できるようになりました。私は、家の誇りと思っており、この上は他人に負けぬ道をなすことが一番大切です。私も、攻撃の時は無念無双、任務関水に邁進いたします。愛媛県西条市の奈良本神社に、慰霊碑が混流され、毎年10月25日には、四季島隊が、 敵空母に突入した午前10時に、海上自衛隊の航空機5機編隊が、異例のための編隊飛行を、奈良本神社上空で行っている。また、安国神社には、大国の遺影が祀られている。安国神社にある大国の遺影には、最後の出撃直前にもかかわらず、ほがらかな笑顔を残している。ありがとうございます。